疲れ様です。お疲れ様です。すいません、今日はこのミニオンで来てもらって本当に恥ずかしかったよ。はい、何ですか今日は。いや、あのね、全然芸人を好きになってくんないじゃないですか。そうね。で、はい、今日はちょっと芸人さんって普段こういう生活してるよっていうのを見てもらったら、おう、ちょっと人となりも分かり、おう、好きになってくれるんじゃないかなと思って、はい、あの普段よく出てくれている男梅長嶋さん、はいはいはい、トッティさん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 の家に突撃します。うん、マジ？マジっす。で、なんかね、シェアハウスで芸人さんと 4,5 人で住んでいて、部屋にね、絶えずね、鍵がかかってないんだって。みんな泥棒しないでくださいね、これ。そうそうそう。なんで、ちょっとこれ長嶋さんに伝えてないんで、おうおうおう、これちょっと行ってみませんか。ってことはいない可能性もあるってこと？ありますよ。いなかった。はい。でもただね、ちょっと情報によると今日はいると。あ、ほんと？はい。聞いてるんで、はいはいはい。ちょっと行ってみましょう。行きましょうか。はい。ここです。なんかすごいんだけど、チャイムが聞こえない時があるんで。これちょっと、このまま行っちゃいましょう。ピッポ押さずに。いいよ、いいよ、来い来い来い。開いてるでしょ。お邪魔しまーす。いやいやいや、そんなピッチャかんよ。早く行く、早く来い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 。ちょ、待って。ここ右手って言ってましたよ。おい。来たね、お前部屋。なんすか？え？熱っ！待って。なんすか、ちょっとマジで。ちょっと。聞いたことないですよ。初企画だから。初企画始まったんですか。これなんですか。これなんですか。私も気づいちゃった。で、思い出たちですよ。思い出す。これちょっとここがちょっとね、長嶋さんの家らしいんで。一回ちょっとこれ探検してみませんか。そうです。突撃しすぎだ。パンツ一丁ですけど。本当に寝てたんだね。本当にもう。他何人住んでんの？他はここあれです。4人います。4人？ 3LDK に4人います。へー。欲しいけど貸す。ちょっと見てみます？うん。他の部屋も見ますよ。見ますか？うん。すげーなー。何畳？ここ6畳くらい。へー。ここが隣の。はいはい。ですね。お。誰もいません。ちょっと押しゃんじゃん。あ、真っ暗っすね。なんか向こうに宇宙みたいなの。あ、いないっすね。全然いないっすね。ここトイレ？高い。汚そう、男のトイレ。でもトイレはね、頑張って綺麗にしてる。あ、ほんとだ。長嶋がね、もうめちゃくちゃ掃除する。綺麗、綺麗、綺麗。ちゃんと掃除しますか。綺麗じゃない？あ、お風呂ね。お風呂。お風呂も見せてくれ。おーおーおー。あ、なんか昔ながらの。昔の感じ。お風呂だね。家賃いくらなんですか？ここは、12万くらいです。12で割ってる感じ。ああ、はい。なるほどね。なるほど、なるほど。ここは汚いですね。洗濯したいものか。なるほどね。全然やっぱ同居人さんいないんですね。そうですね。うん。ここは。リビング兼、一人住んでます。リビング兼一人。一人住んでんだ。リビングに一人。すごい、ちゃんとした吸入器がある。まあ、これね、多分ね、なんかプレゼントで多分もらったんだけど。枕元にストリートファイター2があります。何のプレゼント？ここはじゃあ。ここ、こっち部屋ね。また部屋ですか。何え、誰？え、そって映っちゃいけないぞ。何すか？何やってたんすか？いや別に。んー、ポーズの。あれでポーズの練習してた、あれで。あのポーズ。
めちゃくちゃ再現度高かったけどな。再現度めちゃくちゃ。もう一回やってもらいます。オッケー。え、こんな感じです。完璧じゃないですか。ありがとうございます。いやいやいや、誰、誰のことある誰芸人の木島です。あ、芸人さんです。芸人です。はい。はいはい。ここいつも貼ってくれてるんですか。そうですね。まさか。北朝鮮の貼り方だけど。北朝鮮の貼り方。芸人さん。芸人です。面白いじゃないですか。いや、そうですね。面白いです。ありがとうございます。木島です。ああ、なるほど、なるほど。びっくりした。すいません、ポーズ中。ポーズ中。ポーズ中。すいません、本当に。すいません、なんか、ポーズ中。すいません。これからもよろしくお願いします。ポーズ中、すいません。すいません、すいません。すいません。じゃ、閉めて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 。誰だよ。誰だよ、あれ。同居人。なんでリロリロのアーシャ持ってんだよ。多分、おかしいっすよね。コピーした。僕の同居人だから、多分、あれですよ。動画とか見て、多分ね、リノさん、多分気に入ってる。そんなことある？そんなことある？でも、あの人がそうよ。キジマくんだそう、これから。いや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 。私もこんな感じ。私もこんな感じ。私もこんな感じ。私の部屋ね。なんで。ちょっと台所見てみますか。ここが台所ですか。これさ、こんなスペースで料理してんの？この置いてあるね、いろいろね。僕はほぼしてないですけどね。わ、いろいろこうありますね。なんか新しい靴が置いてある。汚いね。汚いというか、洗ってないだろ。ちょっと料理してさ、さっきの方と、長島さんにこう女子なんで振る舞った方がいいと思いますよね。うん。うん。いや、振る舞った方がいいと思いますよ。即興料理。そう、まぁ、ちょっと冷蔵庫の中身見て。いいですよ、でも。もう一回ですか？何、取れなかった、取れなかった。何入ってたんですか？ほぼ、酒。酒ですね。でもさ、で、なんか、醤油多くない？メインは卵しかないね。いや、下のね、冷凍コーナーにあると思いますよ。さすがに。さすがにあると思いますよ。失礼します。何やりました？冷凍ご飯。ああ。これは料理できないですね。冷凍ご飯と、なぜか、練乳アイス。なんか、思い浮かびましたか、メニュー。あ、卵があるんで。うん。卵も危ないですよ。腐ってるかもしれない。そうだよね。あ、でも買ったばっかっぽいけど、これ。2月5日。まあ、じゃあ行けます。たぶん、まあ、キジマです。キジマ、たぶんキジマ。キジマさんのね、キジマさんゆで卵を作るかもしんないんでね。そうだよね。もう、うん、卵しかない。そんなことある。あ、ゆで卵でも作りますか。いや、それ作るっていうの。今度じゃあ、ここなんか、掃除したり。マジっすか。企画しましょうよ、ちょっと。料理振る舞うっていう。はい。そうね。これちょっとマジ汚いっすもん、これ。これ。うち、男がいたことないからさ、兄弟でも。ああ。私も片付け得意な方じゃないけど、こんなもん、男の部屋。いや、これはひどすぎます。僕の部屋です、これ。僕が。なんか、長島さん、ちょっとこの後現場らしくて、で、バイト終わりで汗流してるっていう感じで今、ここでちょっとシャワー浴びてますんで。はいはい。で、やっぱシャワーといえばコーラじゃないですか。コーラね。なんか飲み物与えましょうっていうことで。はいはいはい。ちょっとまあ。お疲れっつって。そうそう、お風呂入ってきましょう、ちょっと。一回開けて、コーラ飲むみたいな感じで、多分やった方がいいと思うんですよね。中島さん、はい、コーラ飲む？コーラ？そう、お風呂中だから、ね、シワシワ飲みたいよね。仕事でね、ビール飲むんしね。はい、そうだよね。はい、なんだ？ち
じゃあ渡した方がいいですよ。いいですか。うん。あ、ちょ、一回開けた方がいいですよ。開けても、はい、うん。コーラは、コーラちょっと。どうですか。いや、ちょっと出てる。行きましょうか。いや、残ってない。ありがとうございました。いやいやいや、メントスコールだから、これ。ちょっと。カロカロカロ。お疲れした。お疲れした。お疲れ様です。帰るね。